ました、はい、YouTube をご覧の皆さん、こんばんは、まさぎちゃんです。今日は駒沢のむにゃに来てます。おいしいお店だよ。みんな待ってるぜ。あ、俺はいないけど。みんなもいない。最後まで来てってね。それで1曲もやります。レディーブルー。ペルジャの街行ったんですけど、噴水の前で歌ってて、でもね、誰も
止まんなかったね、やっぱ日本人が一人で歌っててもみんな結構素通りで、ただよくパーティー会場とか行って、ここであの演奏するからただでそのピザを食わせてくれとか、そういうこともやってたけど、まあその時に部屋でぼっちの時に作った曲ですね。フィオーレっていうタイトルです。イタリア語で花っていう意味なんですけど、全部日本語です。タイトルだけがイタリア語。